はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。ここミチャンネルの小学が今日は、ホルモン街道を封鎖、避けて通れない試練をお送りいたします。よろしくお願いいたします。ホルモン街道封鎖、避けて通れない試練。どんな試練がやってくるのか、訪れるのか。もちろん、間もなくということですよね。ホルモン街道の戦績数が激減中です。これは日本に、 あの、影響がね、もう多大な影響が出ます。これあの、今、ニュースでもね、あっちこっちでやっているというね、あのことでコメントもいただきましてありがとうございます。あの、私、テレビ見ないんでわかんないですよ。ニュースでやってるか、やってないかね。ただ、まあ、あの、ヤフーニュースとかあっちこっち見ると、まあまあ、あの、ちょこちょことね、それほど具体的にはね、書いてない、情報流れてないですけれども、 ま、あホルモン街道が封鎖されると、日本はとんでもないことになる。というようなことで、少しだけ触れたね、内容のニュースが流れ始めましたよね。しかしですね、ホルモン街道がどこにあるのか、どんな状況なのか、どんなところなのか、どういうふうになっているのか、周りの国の位置関係とか知ってる人はほとんどいないんですよ。だからね、なんのこっちゃこれ。ということで、 気にも止めていないと思いますよ。うん、でもね、これはね、避けて通れない試練。この動画のアップしたタイトル、これが起きるんですよ。避けられない試練ですよね。これはね、向こうからやってきちゃうんでね。あの、こっちからね、例えばあの、自転車とか乗ったりしてれば、避けられますよね。ハンドル握ってのこっちですから。だけど、向こうからやってくると、避けらんないですよね。だって、向こうから、いや、あの、 細長いものはね、あの、幅が狭くて細長いものがやってくるんだったら危ねえって言って避けられるかもしれないけど、あの、でかい幅のね、もう塗り壁みたいのが向こうから迫ってきたら、道路幅いっぱいいっぱいでね、左右の隙間2センチぐらいしかなくて、迫ってきたら避けらんないですよね。もう絶対これあっという間にこう、何、迫ってきてしまったら、避けることができないじゃないですか、その2センチしか隙間なければね、両側に。2センチ2センチで。 これはね、一旦もめみたいにね、薄かったらそれは2センチの隙間からシュルルルルってね、避けられるけど、まあ普通の人間は避けられなくて体当たり当たっちゃうんですよ。ドカーンってね。だこの試練はね、そんな感じでね、避けられない。まあ、誰もが避けられないんですね。その代わり、用意をしておくっていうことはできますよ。 体当たり食らっても、まあ、防具つけてるとかね、ヘルメットしてるとか、まあ、何らかの用意をすれば、まあ、その衝撃が緩和されるじゃないですか。多少はね。うん、だからその衝撃を緩和するために用意をすべきなんですよ。で、ホルモン回路の場合は、やっぱり貿易ですよね。エネルギー中心にね。で、今、マンデブ海峡も飛んじゃってますから、まあ、食料的にね、もう入ってくるもの、ほんと少なくなってきています。 で肥料が入ってこないんですよ。これはね、大事ですよ。肥料が入ってこないと、作物の出来が悪いじゃないですか。出来ないですよね、うん。だからね、これはね、生産力がガタ落ちで落ちます。落ちています。で、これ、あのそんなにすぐねあの、肥料が入ってこなくなって、あのまだね、それをまいてから、まあ、実が取れたりね、まあ、これからお米もこれからじゃないですか。ね、今、稲作、始まったばっかりで。 まだこれからお米の収穫って、ね、ちょっと何ヶ月か先になるんだけども、それの、まあ何でしょうね、農薬をまいたりとか、ね、肥料的なものだったりとか、ね、あの、いろんなことがあって、出来高が心配されてますよね。最近ね、いろんな農作物の出来高生産量が日本国内でもガクッと落ちているんですよ。これ世界的に まあいろんなあの伝染病だとかいろんなこと言われてますけど、まあ貿易関係も加わって余計落ちてるんですよ。入ってこないんですよね。コーヒーとかね、カカオとかを中心に。で、日本国内でもそうじゃないですか。白菜1個買うのもキャベツもそうだけど、すっごい値段上がってるんですよね。で、これって生産量が減ってるって言ってるんですよ。農家の方が。 でこれはやっぱり気温の問題だとか、まあ、いろんなことがあるわけですよ。肥料が入ってこないとかね。あの、一つの原因でっていうことじゃなくて、複合的な要因、原因が絡まり合ってということだと思いますよね。あとはやってる方のなんか体調がね、あんまり思わしくなくて、いや、もう無理だよ、畑はって言って、やめちゃってる人も多いんですよ。これはね、すんごい多くなってます。 これだからあの物流のトラックとか、またはあのね、人を運ぶバス、それの運転手さん、ドライバーの方がいないじゃないですか、今。それとも、まあ似てる部分はありますよ。農家の方も、まあ人間ですからね、あの一生懸命働いてるんだけど、いや、ちょっと体がっていう人が出てきてるんですよね。だから、もうね、やめちゃおうと。やめちゃって、あの太陽ソーラーパネルですか。畑全部あれにしてしまって転用してね。 ソーラーパネル畑みたいになってる。そういう場所は多くなってますよ。あれだと結局ね、大根育てるとか、畑を耕すとかね、肥料をまくとか、なんかそんな、なるかな、なんないかな、うまくいくかな、虫が食っちゃうかなとかね、そういう心配いらないわけですよ。パネル置いときゃいいだけだからね、工事して。楽じゃないですか。だから、ああ、やっぱりそれがいいかな、なんていうね、あの農家の方は増えてるんですよ。 ね、でもそれを、こう、あっちこっちで、ね、広まって拡大していくと、それがね、食べ物がなくなっていきますよね、当然ね。うん、だからそんなこともあって、いろんなものが減っているっていうのも、まあ、それを要因なんですよね。原因の一つなんですよ。食料不足になるね。うん、だからいろんなことが加わって、いろんな要素が絡まりあって、まあ、海外からの貿易の輸入品とかね、 まあ、エネルギーがなくなっているとか、ね、エネルギーなくなって、エネルギーが入ってこなくなると、ね、あの、高運気だとかね、そういう農業関係のトラクターとか、そういうものも動かせないじゃないですか。だからそういうのも出てきちゃいますよね。あと寒くなって、これからまだ先ですけれども、温室のね、あの、ボイラーを炊く、そういう灯油だとか、ね、いろんなエネルギーが手に入らない、入りにくい、高騰してしまう。 ね、それだけでも、やっぱりできないわけですよね。温室が、あの、保てない、暖かい空気がね。だから、それでもやめてしまう人がいるでしょう。今年、秋から冬にかけてね。だって、冬になってから、作物を植えてから、うわ、エネルギーが手に入んないっていうことはないわけですよ。前もってやめちゃいますよね。え、そんなになんか高騰してるんだったら、いや、今年は無理だから、もう作らないようにしようかな。ね、稲いい、ね、買わないようにしようかな。 いや、種ももうやめるんだったらいらないねっていうことになるじゃないですか。で必然的に生産量減りますよね。で、いろんなことが、まあ、だから要素がそれだけでもないですよ。いろんなことが絡まりあって生産量全体的に落ちてるんですよ。まあ、これはね、いろんな食べ物に関して言えることなんですね。例えばあの農家の方みたいに自分で種とかね、 稲を買って育てる、成長を見て育てていくっていう食べ物じゃなくても、あの、魚とかね、その、まあ、漁の、ね、漁師さん、これもね、エネルギーなくなったら船が出せなくなるじゃないですか。だから、船をね、あの、沖合まで出して、魚を取ってくるっていうことができなくなっちゃうんですよね。いや、割に合わないよ。魚いくら取ったって、これだけエネルギーかかるんだったら、あと船の維持費もある。 あれ、船はね、維持費はね、結構するんですよ。あの、網だけでもすんごい高いんですよ。だから網をね、あの、しょっちゅう補修しなければいけないじゃないですか。なんか切れちゃったりね、ほつれちゃったり。で、新しい網買いたいけど、高すぎちゃって何百万もしますからね。うん、だからまあ直して使うか、なんて言ってね。いや、だけどもう限界だし、網新しいの買うお金もないし、もうやめるか、っていう風になってしまってる。あとは、 燃料が上がりすぎちゃってね、船出したって、網はうちはあるけど、今度は船出す。いや、エネルギーがね、燃料が高すぎて、やっぱやめるか、というふうになってしまってる。あと船が壊れちゃってね、部品がない。いやいや、困ったな。じゃあもう漁できないね、とかね。また部品が高すぎて、そんなにするのいやいや、もうそれじゃって。あの、そうやっていろんな要因、要素、原因なんですよ。 だから一つのこれがっていうのじゃないんですよね。でも大きいものがこれからやってくるわけですよ。ホルモン街道が完全封鎖になった場合には、エネルギーそのものがもう手に入らなくなるんですね。最初は入りにくい。段階をね、追って入らなくなるんですよ。完全に。そうすると、今言った魚のね、漁師さんの船が出せないじゃないですか。 あとは国内でね、大根が取れようが、白菜が取れようが、レタスが取れようが、それを運んでいくトラックが動かなくなるんですよね。燃料がないわけですから。だから、いろんなことがつながっているので、現代は。どれ一つがどっかで欠けても、そこで中断してしまって、そこから先に食料が移動しなくなっちゃうんですよ。届かなくなっちゃうんですよね。手に入らなくなってしまうんですよ。これはね、非常に危険なことで、 で、まあ、あのー、最終のね、例えば小売店まで来たとしても、その小売店が、今、どんどん閉鎖してるんですよね。で、なんか、コメントをいただいてありえましたけども、あの、いろんなお店が閉鎖してなくなっている、いや、それはホルモン街道だけのせいなんですか。いや、そんなことは言ってないですよ、全くね。あの、うちの近くのイトーヨーカ堂が閉店したんですけど、それはホルモン街道です。いや、それは前からイトーヨーカ堂は、 あの採算があんまりね、取れない、あの売り上げがあんまり良くない店舗を何年も前からね、会議で閉鎖しようって決定して、順次閉鎖してるんですよ。まあ、それはホルモン街道には直接関係ないですよね。だけど、これからね、あのやっぱり、ね、景気もあんまり良くないので、じゃあもううちちょっと店舗減らそうかっていうふうに何年も前からなってはきてるわけですよ。競争も激しいしね。でも、それプラスホルモン街道になってしまうわけだから、 もっと大変なことになっちゃうじゃないですか。だから、あの、今、スーパーに行っても、まだありますよ。あの、地域によっては豊富にあるところもありますよね。でも、よーく見てみてくださいよ。スーパーの中を。よく観察して。同じようなものが、あれ、おかしい。この棚。なんか横に、例えばポテトチップスのね、空気がいっぱい入っている袋が、やたら横に広がって棚を占領してるとか、そういうスーパーが増えてきてるんですよ。 だって、それっておかしくないですかなんでそんなにポテトチップスだけ並んでるんですか、バナナとかね。それはね、他の品物が入ってこないので、とにかく入ってくるもので、まあ、見た目をね、量があるように見せとかないといけないわけですよ、スーパーっていうのは。だから、横並びにもう入ってくるもの、あるもので並べて、とにかく棚埋めなきゃいけないねっていうふうになって必死なんですよ。 今そういう状況のスーパーが増えてきてるんですよ。激増してるの。でもお客さん側から見ると、ね、別にそこに棚にあったものが目的じゃなかったりするとわかんないんですよ。なんかパッと見た目に、おい、いっぱいあるじゃないって。でもそれってつぶさに観察してないと思うんですよね。ちゃんとあのつぶさに丁寧に観察したら、そういう棚、そういうスーパーは増えてます。間違いなく。これね、予兆なんですよ。だからね、 これを予兆だと思わないで、あるじゃんって。いや、それね、正常化バイアスのスイッチが完全にオンになっちゃってるんですよね。これはね、そういう人はまあ備えないんでね。そういう方は備蓄なんか絶対しないじゃないですか。まあ知ってても1ヶ月分とかじゃないですかね。1ヶ月分なんて、あの、例えばアメリカとかイギリスにとっては、あの、いつもですよ。1、2ヶ月分の食料を、 あの家に置いておくっていうのは、アメリカ、イギリスの場合はね、当たり前なんですよ。でも日本の方って、1週間分も置いておかない人多いですよね、まあ。なぜかというとね、今日のね、晩ご飯も、夕方にスーパーとかコンビニに行って、買ってきて、その日の晩ご飯をそれで作ったり、まあ、それを温めたりして食べる方が増えたんですよ、日本の方々ね。 それが一番合理的で無駄がないというふうにね、そういうふうな生活にしてしまったんですよね。でもそれって最大の欠点は何かがあった時にすぐに困ってしまうんですよ。食料、食べ物がない。で、うち何にもないよっていうふうになってしまうんですよ。これは怖い話ですよね。これおそらくね、例えばあの、マンションで綺麗にしてて、断捨離とか言ってね、断捨離ですよって言われたんだけど、 そんなね、あの、細かいね、あの断、断砂利だとか断砂利とか、そういうものじゃないんですよ。言いたいことが。どっちでもいいんですよ。そんなの。断砂利だろうが断砂利だろうが。関係ないですよ、そんなの。本当に本当に。あの、まあ、よく、あの、人の名前とかでもありますよね。あの、私は、名前がね、荒がきじゃなくて、私、荒かきなんですけどって、まあ、本人が言って、 ているんだっっったたららししょうがないからあすいいかすまません間違えた荒垣って言っちゃよいい、ね、だけど、ね、例えば、漫画の主人公で、新垣ってのが出てきて、まあ、ほんと新垣だったと。いや、あの漫画の主人公ってさ、新垣だぜって。いや、そんなのどっちでもいいんですよ、漫画だったら。ね、その漫画のストーリーとか、いや、あそこのところすごい迫力あったなとかね、そういう話をしてるときに、 いや、あの荒垣っていうやつはすごい強かったね。あの漫画で、ね、主人公の。いやいや、あれ荒垣だぜって。いやいや、そこじゃないんですよ。そんなのどうでも。荒垣だろうが荒垣だろうがストーリーの話をしてるんですよ。本当に。まあまあ、本人が言われたら嫌だから、本人が訂正するのはいいですよ。ね。まあまあ、だから断捨離でも断捨れでもどっちでもいいですよ。そんなのね。とにかく、あの、マンションってね、モデルルームみたいに、 何にもない、カウンターにも何にも置かない、まあ、ちょっと花を置いたりね、あの、花瓶にいけたやつを置いとくとか、その程度で、何にもない、とにかくもう全然ね、ない、全部捨てちゃってる、思い出も捨てちゃったんでしょう、きっとそういう人はね。あの、そういうのがいいと思い込んでる人がいっぱいいるんですよ。それが、やっぱり生活しやすくて、ね、いい部屋なんだと。うーん、それはね、困るよね。だって、 ほぼ何もないんだから、ね。備蓄なんかしてるわけないですよね。で、今日明日の分しか食べ物を冷蔵庫に入れとかない。冷蔵庫を開けてもすごいスッキリしてるのよ。うちはっていう人がいっぱいいるんですよ。確かにそれはスッキリしてますよ。今日の晩ご飯と明日の朝ご飯ぐらいしか入れてないんだから、食材もね。だけど、それじゃあね、何かあった時に耐えられないんですよ。 試練なんですよこれから来るものは大試練、ね。食料が手に入らない、食べ物が手に入らない、その時に自分の家の冷蔵庫は明日の朝までの分しかない。これ、びっくりしますよね、いざそうなったら世の中が。だからね、これはね、いいあの生活じゃないんですよ、それは。いや、それは豊富に物がね、ずっと貿易がね、順調にいって、 入ってくるんだったらですよ。その保証があるんだったら。ね。それは1年、2年前まではそうだったんですよ。でも今状況が変わったんですよ。だから、対応しなきゃいけないですよね。状況が変わってきてるんだったら、自分の生活スタイルも、その状況の変化に合わせていかないといけないんですよ。いつまでも、いや、うちは、やっぱり物を置かない主義だから。うん。それは、その、 平和な時の状況じゃないですか。じゃなくて、今、ドンパチ始まってあっちこっちでね、世界のあっちこっちで、で、さらに、船が、航行数が減ってきて、貿易がおかしくなってる。影響出てるんですよ。なのに、ね、今までの自分のスタイルを貫き通すっていうのは、いかがなものですか、ということを言ってるんですよ。これはね、 私はね、そういう方は危機的な状況になったときに、あの、必ず何かとんでもない行動を、まあ、しでかすっていうか行動に出ると思いますよ。おかしいじゃないかみたいねい。本当に。だって、用意してないんだから、ね、気持ちがなんか荒れますよね。嵐になるわけですよ。気持ちが。だから、 ぐわーっとね、高ぶってくると思います。これはね、怖いことなんですよ。良くないことですよね。で、家の中に食べ物あるかどうか探してもないんですよ。どこにもね。あるわけないですね。だって、物がないのがスマートで、生き方はそれが一番いいと思って、それを貫き通しちゃったわけですから。そうすると、スーパーに行って、本当に物がぶわーっとなくなった時に、何するかっていうと、 誰か知ってる人の家に電話するんですよ。食べ物あるねないあるって。始まりますよね。奪い合いですよえ。え、いや、うちにはないよって言いますよね、普通ね。だって家にあるものだって皆さんやっぱり備えてないからそんなに。1ヶ月分もないんですよ。2週間、1週間分ぐらいしかないでしょ。そのうちのじゃあ1週間分、その全く何にもしてないね。なんか何にもないのがもう当たり前のスタイルだっていう人に、 分けるかって言ったら難しいですよね、それもね。子供がいたり、家族が、ね、多かったりしたら余計難しいじゃないですか。だからね、一番いいのは、みんなが全員、ちゃんと備蓄することなんですよ。これが争いを、まあ、最小限にとどめる、ほぼ争いが起きないように、最初のうちだけね、まあ、これは半年とか経ったらまたちょっと分かんないですけども、 だけど、まあ、最初の1、2ヶ月は争いは起きないですよ。だってみんなが半年ぐらい貯めてればね。みんながみんな食料をちゃんと貯めていれば、まあ、ちょっとブツブツ交換が始まるかなぐらいじゃないですか。ね、必要なものを交換するかなとかね。おそらくね、あの、最初のうちお金で買えるものもあるかもしれない。人のとこ行って、あすいません、それ5000円出すから売ってもらえませんかって。まだ5000円がなんかキラキラする感じですよ。最初はね。 しかし、物が本当に世の中からずっとないと、だんだん気がついてくるんですよ。5000円もらっても、何の意味があるのというふうにね。だから5000円1万円もらっても、カップラーメンを今までは何十個か渡してたけど、いや、もったいない。だってカップラーメン手に入んないんだから、1万円もらったって、あなた、ダメよ、そんなの。お金何すんの、それ。お金でもう何も買えなくなってんのよ、スーパーもう閉まっちゃって。 お金なんかもらったって何の役にも立たないじゃない。おー、ほんとだね。なんか、そういう風になってきてるね。でしょダメだよ。また1万円払うから、カップラーメンまたこの間みたいに20個、あの、売ってくれっていう人来るでしょきっと。断ってよ。うんうん、まあ、ほんとそうだね。うん、まあ、うちのなくなっちゃうしね。もう、お金があっても全然買うとこないしね。そうでしょ買うところないんだよ。 5万円、10万円持ってたって、お店開いてないんだよ、一見も。お金、意味ないでしょうーん、まあそうだね。やめてね。うーん、本当だね。絶対そうなるんですよ。これって実際具体的にそうなっていかないと、わからない、目が覚めない人が多いんですよ。でも必ずそうなるんです。その時にわかりますよ。 物のありがたみ、食料があるというありがたみ。だから、言の中に、もう爆発的にね、食料を蓄えて、いや、もうこれでもか、床抜けるぞみたいなね、人は、一見今ね、今はまだ、ちょっとおかしいんじゃないのって言われる感じの人なんですけど、でもそうなった時には逆転するんですよ。やったー俺の時代来たーっていうふうにね。 私の時代がやってきたわーって。まあ時代とは言わないですけど、間もなく来るんでね。だけど、そんな雰囲気になってしまいますよ。まあ大変。試練なんです。大試練。これはね、誰もが避けられない。左右の隙間2センチずつぐらいしか空いてないですから、通ることできないですから、まあ体当たりしちゃいますよ。その試練は向こうから迫ってきます。道路幅目いっぱいね。だからこれはね、備えるしかないんですよ。 備えていくしかない。頑張りましょうね。長持ちするものを備えてくださいよ。賞味期限短いものをね、いっぱい買い込んじゃったらね、困りますよ。大変なことになりますから、<laughs> あのじわじわとその地域差とかね、あの地方からやってくるのか、都心なのか、または都心の中でもまばらだったり、その地域差とか時間差があるんですよ、これは。 だから全国一んにドカーンって言って食料ゼロというふうにはならないんですよ。うんね、釣りができて魚が釣れるところもあるじゃないですか。うちは綺麗な海でね、海に行けば釣竿をね、糸垂れれば何らかの魚食べれるの釣れるんだよっていう人は、それは毎日釣ってくればいいんですよね。全然違うじゃないですか。それだけでもおかずになりますからね。でもそしたらお米はいっぱいあった方がいいですよね。お漬物とか。だからそういうものを、 まあ、いっぱい備えるっていうのでいいんじゃないかと思うんですよ。だから地域によって備える量とか、あの、ものによっての、その、バランスっていうのは変わってくると思いますよ。ね。だけど、長持ちするものを備えるっていうのが一番いいですよね。基本的にはね。で、これが、まあ、ホルモン解凍がね、完全におかしくなった場合には、すさまじい影響が、まあまあ、すぐ出ます。みんな慌て始めるんでね。 まあ完全封鎖になったのをすぐに報道しないでしょ。まあ、隠しますからね。だけど、もうこれ以上、もう隠せないっていうようになってきたときに、みんないっぺんに、うわー、大変だってなっちゃうんですよ。そしたら北海道から沖縄まで一気になくなりますよ。で、買い争いが起きるので、まあ、スーパー側、小売店側は点数制限すぐ入りますよね。そういうニュースが流れたら、お一人様1点とかね、ご家族で1点とかね。 うん、だからね、そうなってからでは備蓄はもうほとんど無理なんですよ。で、並ばなきゃいけないでしょ混むからね。スーパーとか、うん。だからそういう混乱の中に巻き込まれてはいけない。巻き込まれないように今用意をしなきゃいけないんですよね。で、今用意して十分用意した人もいるでしょう。でも、なんかまだ満足できないなと思ったら、満足するまで備蓄するんですよ。量は、種類もね。 で、満足するまで備蓄したものを、今、むしゃむしゃ食べちゃダメですよ。減っちゃうから。今は、高くても何でも、その品物がもうすでに手に入らなくても、他のものを食べて、買って食べて、消化して消費して、手つけちゃダメなんですよ、備蓄品。備蓄品を消耗しちゃダメですよ。それやっちゃうと、ああ、いけない。1ヶ月分食べちゃったよ、みたいになっちゃいますから、今、まだ完全に始まってないので、 今はストックしたものは綺麗に取っとかないといけないですよね。まあ、ローリングストックって言って、ちょっと古くなったね、1年ぐらい前から備蓄されてる方は、あ、これもなんか賞味期限近づいてきたなと思うものをまあ食べるのはいいと思うんですよ。でもそれ足していかないとね、新しいものをね。違う種類でもいいから、あ似たようなものを足していって、いやちょっと賞味期限近づいてきたの食べちゃおうかなっていうのはいいと思いますよ。ただし、あの、缶詰は、 何年でも大丈夫ですからね。ら缶詰の賞味期限って考える必要ないですよ。缶が腐食してね、錆びてダメになるまで中身をちゃんと食べられます。何年過ぎても大丈夫。うん、だからね、缶詰はね、手つけない方がいいですよ。缶詰はいつでもね、いい食料になるので、そのまんま保管しておいた方がいいですよ。缶詰の賞味期限が迫ってるからって言って、焦ってパカパカ開けてね、 次々食べちゃう人いるんですけどあの、その必要ないですよ。ずっと持つんで、缶詰は大丈夫。ね。だから缶詰はそのまんま、あの、備蓄、そのまんま、あの、あんまりね、あの、暑いところにね、太陽の光の当たるところとかは良くないので、あの、日陰の中で、あの、日陰のところでちゃんと保管しておけば大丈夫ですね。まあ、そうやってね、ちゃんと備蓄品をバランスよくね、自分が満足する量まで揃えていく、備えていく。 これ大事だけど、今ね、だんだんね、品物少なくなってますから、まあ、揃えられるね、あの、数とか、量とか、種類が、ちょっとね、あの、狭まってます。それでも、値段も上がってるけど、まだ揃えられるものあるので、まあ、全力投球ですね。果物の缶詰とか、いや、ちょっと少ないなと思ったら、やっぱ果物のバランスなんだよね、果物の缶詰も、いろんな種類のものを、ガンガンにストックしておくっていうのは、本当にね、あの、食べ物なくなった時に、 役に立ちますよだって、果物の缶詰あったら、なんか、ハッピーになるじゃないですか。気分いいですよね。ああ、うちは、なんか、みんなはなんかね、乾パンみたいのばっかり食べてるけど、うちはいろんな種類肉とかね、魚とかいろんな種類の缶詰があって、ご飯も炊いて食べれるし、あと、果物の缶詰デザートに食べられるんですごいでしょって言って、子供も、うわ、すごいみかんの缶詰あるんだ、とか言ってね。で、その、なんかあの、 シロップみたいなの入ってるじゃないですか。それも飲んじゃういいんですよ。甘くて美味しいから。まあ甘い美味しいわ。すごい。食料がみんな足りないって言ってるのに、うちは幸せだねってなるでしょそしたら、やっぱりその大人の人、ね、保護者の方は自慢ですよねな。すごいだろう。やっぱりこうなったから、ね、備蓄しといてよかっただろう。言った通りだろうって。で子供たちが、うん、本当だね。すごいねって言って、ね、なんかニコッとできるじゃないですか。でもこれ、 種類が限られて少ししかなくて、フルーツの缶詰もないと子供たちは、毎日同じもんだね。なんか飽きてきちゃった。ってなるんですよ。だからやっぱり種類を広げとかないといけないんですよ。非常時だから我慢しろっていうのは、これはね、サバイバルの、あの、基本から外れてます。サバイバルって、これからのサバイバルは、種類が豊富で、我慢せずに、にこやかに笑顔が出るようなものを揃てとかないといけないんですよ。 なぜかっていうと、結構期間長いから。これね、3日4日だったらいいんですよ。毎日乾パンでも。なんとか我慢できる。だって3日間終われば、ね、明るい日差しが見えるんだから。だけどちょっと長いとね、あの、半年くらい続くと、毎日乾パンだと、いや、これはさすがにね、もう食欲ゼロになりますよ。だから具合悪くなっちゃうよね。もう乾パン漬けになっちゃうから。 顔がね、カンパンマンみたいになっちゃう。本当に、丸くなってきて。あ、アンパンマンか、あれは。いや、だけどなる。カンパンマンに。間違いなく。僕、カンパンマンなるよ。<laughs> やだな。どんな顔なんだ、カンパンの顔って。<laughs> 四角いのかね。やだね。だけどなるなる。カンパンマンにね。カンパンマンならないように、備蓄をバランスよくね、種類豊富に、甘いものもね、もう果物みたいな缶詰も、いろいろ揃えておくと、 みんな喜びますからね。まあ、一人の人でもそうですよ。たった一人しかいなくても、レパートリー広がって、ああ、なんか本当にやっぱり良かったなっていうふうになります。いざという時に。これは試練、大試練ですよ。乗り越えなきゃいけない。用意しとけば乗り越えやすいです。頑張りましょう、皆さん。強気でいきましょうね。気合を入れてね。頑張りましょう、乗り越えましょう。気持ちを込めて準備していけば必ず乗り越えられます。頑張りましょう、応援してますんでね。 ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。